くいったんじゃないかなと思います。音がまあまあなってて、その上にハイライトなんで、より待ち受けにかっこよくなったんじゃないかなと思うので、 VTR もしよかったら見てください。 VTR どうぞ。はい、まずカラーの準備ですね、していきます。はい、今日ハイライトっていうことで、ちょっと僕もパーマ当ててる頭にハイライトを入れてみました。で、まずブロッキングですね。まあブロッキングが大事なので、ブロッキングをしっかりしていきます。で、ちょっとブリーチを混ぜていき、で、メッシュですね。で、幅も均一にとってやっていきます。これが難しいよね。はい、この幅がね、大事なので、で、塗るのもきちんとムラがないように均一に塗っていくのが大事だと思います。で、しっかりとこうホイールでしっかり止めてあげていきます。しっかり止まってますね。しっかり止まってますね。これ止めるのも大事ですもんね。落ちちゃったらダメなんで。やっぱパーマにメッシュっていうのはめっちゃかっこいいと思うんで、出来上がりがすごく楽しみですね。映えますよ。はい。で、チェックですね、これは。しっかり抜けているかチェックをしていきます。しっかりこれも塗っていきます。で、次、もう一度。次は、時間空けて2度目のブリーチですね。まだ抜けきってないところも抜いて、で、最後はこう外して流していきます。いい感じになってるんじゃないですか。これいい感じですね。で、終わりにこのメッシュを際立たせるセットをしていきます。何してるんですかね、これ。しっかりセットしていきます。ムラなくちょっとワックスをつけていきます。パーマにメッシュっていうのはね、本当にかっこいいと思うので、ただ皆さんもね、やってほしいと思います。しっかり揉みほぐしていって、ちゃんと咲いて咲いて、もう、しっかりと咲いて、いきます。はい。